続いて登場いたしますのはクリエイター2でございます。2013年生まれの10歳、体高165センチ、父タピット、母モレナ、母の父プライベートリーヘルドです。本場の父タピットは2014年から2016年、3年連続で北米リーディングサイヤーに輝き、これまで9頭のチャンピオンホース、29頭の G1 馬を含む98頭の重賞勝ち馬を輩出しております。主な産駒には2020年アメリカ2歳馬場チャンピオンのエッセンシャルクオリティ、また昨年6戦無敗でブリーダーズカップクラシックを圧勝いたしましたフライトラインなど、多くの G1 勝ち馬を送り出しております。またタピットはサイヤーオブサイヤーとしても注目を集めており、タピット産駒の牛ボバコンスティチューションはベルモントステークスなど G14 勝を挙げたティズザローを輩出し成功を収めております。さらにタピットは母の父としてマイルチャンピオンシップなど G16 勝、2020年2021年 TRA 勝、最優秀短距離馬のグランアレグリアを輩出し注目を集めております。本場の母モレナはペルーで2歳3歳コヒンバチャンピオン、祖母チャリティンは2008年2009年ペルー年度代表繁殖牝馬に選出されています。本場は2歳から3歳児アメリカにて12戦3勝、2着4回、3歳児には G1 アーカンソーダービーとベルモントステークスを鋭い末足を武器に優勝、 G12 勝を挙げております。初年度産駒は2020年にデビュー、ダート中距離を得意とする馬が多く出ております。クイーンズバジルが JRA 3勝、地方では昨年リコービクターが JBC 2歳優駿3着、東京優駿で3着、フィリオデルソルが東京スプリントで3着、現在大井で3連勝中など活躍しております。本年度の種付け料は産駒誕生後支払い30万円となっております。昨年よりさらにご利用しやすい価格帯になっております。まだまだ配合を受け付けておりますので、ぜひクリエイターをよろしくお願いいたします。クリエイターでした。ありがとうございました。